われていることで、こんなメールが届きました。許してヒヤシンスさんからです。質問です。バスクといえば日本人ともゆかりの深いフランシスコ・ザビエルのふるさとですよね。日本人ならばほとんどの人が知っていると思いますが、バスク地方でも有名ですか？そうですね、やっぱり歴史的に、はい、あと大事な人でしたので、ね、そういえば、はい、そのフランシスコ・ザビエルとチャビは同じとこから来たんですよ、はい、語源が同じ名前の。あ、じゃあチャビさんもザビエルさんだったかもしれない。そう呼ばないでくださいね。まあ、チャビさんですけれども、はい、語源は同じところ。そうです、はい。そしてスタジオにはバスク料理にも詳しい宮内恵美子さんをお迎えしております。宮内さんはスペインに70回以上行かれ、スペインのワインや食材を輸入、そして日本でスペイン料理店を経営されています。美食世界一と呼ばれるバスク料理の魅力伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、グースト。ムチョグースト。ムチョグースト。ムチョグーストか。ムチョグースト。はじめまして。はい、はい、はい。さあ今日のこの食べ放題のコーナーはね、先ほどチャミさんお料理しますかと、もちろんですとおっしゃっていましたが、チャミさんが作った料理ということなんですけれども、チャミさん何を作ってきてくださったんでしょう？そうですね、はい、マルミタコという料理なんですけど。マルミタコ、はい、タコ料理なんだけど。タコ料理では違います。違います。ではありません。ではありません。お約束でしたね。マルミタコはやっぱりカツオかマグロの煮込みで、はい、メインはその魚とジャガイモ、あとよく入れるのはトマトとピーマン、赤ピーマン、あと緑のピーマンとかです。煮込み料理ってことですね。どうやって作るんですか？作り方ね、秘密です。秘密ですね、まあ、そうですね、まず、はい、そのオリーブオイル、うん、鍋に入れて、そのニンニクと、玉ねぎとピーマン入れて、はい、玉ねぎの色が変わったらちょっとトマト入れて、でその上に、魚のだしを入れます。でくくってやってて、最後だけに魚入れるんです。最後の1分か2分ぐらいで、はい、で蓋してすぐ召し上がりできるんで。いただきます。すごいこう香りなんですけど、こう家庭的な、うん、お料理の感じで、肉じゃがっぽい感じが、うんうん、ね、しますね。まずかったらちゃんと言ってください。いや、美味しいです。美味しい。サバリコ、サバリコじゃなくて、本当に肉じゃがっぽい。じゃがそう。ね、肉じゃが。でも、じゃがいもが美味しいのよね。うん、あ、そこはポイント。肉じゃがポイントね。ね。そこがポイント？そこがポイントね。私が説明する。お願いします。じゃがいもはですね、はい、通常皆さん、日本ではなんかナイフで切るじゃないですか、包丁で。だけど、包丁で切らないで、はい、スペインはですね、じゃがいもを手に左手に持って、はい、包丁を半分まで使いながら折るんですよ。壊す。じゃがいもを。じゃがいもを。それでそのまま鍋に入れていく。そうするとものすごく仕上がりが滑らかで柔らかくなって、はい、ふかふかになってくる。それがやっぱりじゃがいもの一番美味しさ。今形がちょっとこう自然な感じなのはそういうことなんですね。皆さん説明聞いていると、はい、そのバスクのね、屈強な男たちがね、ガシッとじゃがいもを握ってバクッとやってるようなイメージなんですけど、女性もそういう風にして。女性も、もうスペインに限らず、バスクに限らず、もう全般的にやっぱりスペインはまな板って使うよりはむしろ包丁でうまくその手で切っていくと、はい、そのままもう、そのまま鍋に落としていくような、それがやっぱり一番美味しいと思いますよ。じゃがいもの、ね、その調理の仕方にも特徴があるということですけど、この他その家庭料理としての特徴ってどんなのがあるでしょうか？はい、やはりね、バスクっていうのはですね、沿岸地方というか、海があって川があって山があって、もうものすごくですね、材料とか素材にが溢れてる場所なんですよ。例えば海に行けばお魚がいっぱいいますよね。例えば冬の魚、春の魚、夏の魚、もう全ての魚っていうのが入るわけじゃないですか。そうすると、例えば向こうで有名なタラとか、それからあとマグロとか、冬の魚いっぱいありますね。それと例えばアンチョビとかイワシとかありますよね。それとあとはカニもある。もうそれこそ素晴らしい宝庫なんですよ。そうすると今度山
はい、豚もいるとなると生ハムとか腸詰め類とか、やっぱりね、あの本当に美味しいあの料理いっぱいあると思います。バスク人はものすごいと思います。食材的にも恵まれてるエリアだと思いますね。そういう中で代表料理ピンチョスってありますよね、はい、そうですね。ピンチョスってスタジオに今おもむろに運ばれてきましたけど、私が思ってたピンチョスよりもちょっとサイズ感的には大きい、ね、東さん言ったでしょ、大きいんですよ、はい、ピンチョス。なんかこう、はい、カナッペみたいな小さいイメージの方多いですよね、はい、これ今スタジオの見ていただくと、こう1個食べたら結構お腹いっぱいぐらいの焼き鳥の串ぐらいのサイズの串なんですけれども、はいはい、ここにパンとこれなんですか、コロッケのようなものと生ハムとかブザーッと串刺しになってたり。そうですね、あのいろいろなピンチョスっていろんなスタイルがありまして、はい、結局あの、ピンチョスというのはあの、串っていう意味があるんですね。ピンチョス、ピンチョス、串ですね、はいはい、だけどそれがいっぱいあるからピンチョスっていうことになるわけじゃないですか、はいはいはい、それでピンチョスっていう自体はマドリードから発祥してるんですけど、ね、実はバスクでタパスのことをピンチョスと全般的にはもう言ってるんですね。タパスのことをピンチョス、はい、全般のこと。タパっていうのは、はい、小皿料理とか、はいはい、それからつまみとかっていうことでバルで、はい、の定番料理なんですけど、はい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 、でそういう意味でのそのピンチョスがバスクのもう名物、もうバルになってます。もうどこに行ってもあのここのバルはこういったピンチョスがある、お魚名物だよ、はい、ここはだから、例えばあの、マッシュルームの専門のピンチョスがあるとか、はい、そういったですね、おのおのの店が ものすごい自分たち あの誇りを持ってピンチョスを出してるんですよ。じゃ基本的にはもうあのピンチョス、この串刺しの、はい、おつまみが定番だ。そういうことです、はい、これ3種類あるの説明していただけます、はい、一つの定番がですね、スペイン人がもう大好きなコロッケ、はい、コロッケですね。コロッケって一般的なコロッケなんですよ、はい、実は、はい、でも何の変哲もないコロッケなんですけど、はい、それにですね、アリオリソース、アリオリソースってのはですね、あのもう皆さんご存知マヨネーズみたいな感じのね、はい、ものすごいこれもですねスペイン人大好きな黄色いソースなんですけど、オリーブオイルとニンニクと、はい、あの使うんですね。それをですね乳化させて作るとアリオリソースになるんですね。はい、それの上にですね、はい、実は今日は生ハムをつけてますね、刺さってます。だから、はい、これを生ハムを外していただくと、まず生ハムを召し上がりながらワインが1杯3杯飲める、はいはいはい、終わったら、はい、コロッケとパンでまたワインが5杯飲めちゃうと、という具合にするとなんてこんなにワインが飲めちゃうんだろうということですよね。あ、いけそう、はい、これが定番ピンチョスの一つなんですね。そうですね、さらにそれからもう一つ、はい、ちょっと高級に行くんですけども、これはですねフォアグラを使ってますけども、あの私もかなり前に行った時にやっぱりフォアグラってすごい、やっぱりすごい使える材料なんですよ。ですから、フォアグラにそれとあとは、ヤギのチーズが、はい、あの刺さってます。それにおソースが実はですペドリヒメネスというですね、はい、スペインの甘いシェリー酒、そちらのソースなんですよ。それがかかってます。その上にちょっとマッシュルームの生のマッシュルームが刺さってますので、はい、それをぜひよかったら、そうなんですよ、高級ということで、ちょっとこうお値段もやっぱりかなり高くなっちゃいますよね。串を支えているパンも結構ボリュームがありましたね、これね。そうですね、はい、これがスペインのパンですね、あのスペインから。ヤギのチーズはやはり中国そういう食べ方をするんですか。ヤギのチーズはそのまま食べても構いませんし、ブルーベリーチーズと一緒にそのつけながら食べても構いませんし、ヤギってスペインではもう山ほどいますからね。ヤギチーズ、おいしい、ヤギチーズも結構ポピュラーなんですね。ポピュラーですね。こんなに普通なんかおいしい。でもなんかこうピンチョスってもっと、うん、あのやっぱ手軽なカジュアルなと思ってたんですけど、高級食材を使ったようなのも人気出てきます。はい、人気出てますね。あと今外国の方もすごく多いので、あのフォアグラって昔あんまり使ってなかったと思いますけど、最近はもうやはりあの高級な材料を使いながらピンチョスを作っていくという、ということで外国の方に喜ばれてます。あとは日本のものを使ったりとかね、はい、なんか海苔で巻いたりとか、ウニの中にいろんなものを入れながらとか。結構やはりでもコストが高そうですけど、ね、高い、いや高い場所と、はい、やっぱり安い場所ってやっぱりありますので、お客様はそれを見て安いものは何かなって探したりとか、食べ歩きながら、そうそう、発見していくしかない。それが楽しいピンチョスバーの巡り。同じ質で同じ、ね、量で、はい、日本で提供するとしたら高いと思います。それをバスクでは安く提供できる。安くでもないと今マスク高いですよ。高かった。スペインの中では一番高いところです。マスク地方は特に生活レベルがすごい高いです、はい、ピンチョスって今回スタジオには3種類持ってきていただいてるんですけども、はい、全体で言うともうどれぐらい種類、いや種類はもう数えたら数えきれないぐらいのバリエ
新しく。そうです、そうです。食べ合わせをこう、そういうことですね、はい。なんか面白いですよね。なんかいろんな風に変わってくるっていうのが面白さがあると思います。これ料理も変わりますね。今3種類でそれぞれ食べても全然違いますね。はい、そうですね、うん。で、もう一つがですね、ちょっとこう新しく、はい、ちょっとこうなんか珍しいっていうより、珍しさはないかもしれませんけど、はい、例えばじゃがいもと、はい、それからですね、サーモンを挟んでます。はい、それで実はですね、2層になってまして、その一番上の方がオーロラソースというですね、トマトと、はい、をベースにした、ちょっとあの、クリーム系の牛乳が入ったりとかしてるソースなんですけど、下の方がですね、ブルーベリーなんですよ。はいはい、そうすると、上の方を食べていただいてから下の方を食べると、デザートまで行っちゃうかな、みたいな。あ、本当だ。スライスを1枚ずつ食べて、